旧白滝駅は、かつて、北海道門別郡縁軽町旧白滝にあった、北海道旅客鉄道赤北本線の駅、駅番号は A46 だった。営業当時、旧という文字が最初に置かれている駅名は、JR 各社では唯一、JR 以外でも神戸市営地下鉄海岸線の旧居留地、大丸前駅と当駅の二駅しか存在しなかった。 1977年の旧白滝仮上工場と周囲約500メートル範囲、右が円軽方面、国土交通省国土画像情報をもとに、作成1947年2月11日に仮上工場として改良し、1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、北海道旅客鉄道が発足するのと同時に、旅客駅に昇格した。 当初は営業キロが設定されず、1990年3月10日から正式に設定された。廃止時点で、普通列車も一部通過する停車列車の少ない駅で、下り1本上り3本の普通列車のみ止まっていた。近隣の上白滝駅、下白滝駅とともに、非怯駅とされていた、新聞1、利用者の減少に伴い2016年3月26日のダイヤ改正で、 上白滝駅、下白滝駅、金華駅と共に廃止された、報道1、1日1本のみ停車した下り列車は、廃止時点で、唯一の定期乗降客だった北海道、遠割高等学校へ通う、地元女子高生の登校の時間帯と同じで、新聞に廃止と同時にその女子高生も、高校を卒業することが報じられた、新聞3、所在地の地名から、 9月口名になった理由は、と言われる、短式ホーム一面一線を有する地上駅、遠軽駅管理の無人駅だった。1947年2月11日に仮上工場として開業した当時からの木造の待合所が存在した。この待合所は、広さが約10平方メートルで、開設時には地元住民が寄付を募って国鉄に建設資金として提供し、 ホームの工事も手伝った、新聞1、廃止後、地元の下白滝旧白滝自治会はこの、待合室を保存するため移設を計画していた、新聞5。しかし、JR 北海道が提示した、移設費用が高額になるため断念し、新聞6、2016年10月17日に解体された、新聞1、廃止時までホームは板張りでなく砂利式だった。 下白滝駅寄りにスロープがあり、隣接する警報機付きで、遮断機なしの第三種踏切で国道333号にアプローチしていた。当駅の廃止後は、踏切も使用停止された。JR 北海道によると、2011年から2015年の上降人員調査平均は10名以下であった。報道に周辺は畑に囲まれており、民家は少ない。 新聞1、北海道旅客鉄道赤北本線白滝駅、旧白滝駅市も白滝駅、現在のか白滝信号場旧白滝り、上行場に関するカテゴリー、ありがとうございます。